本当にホストって社員ですかとみ、うんな自営業のくくりやから社員のように見せている自営業ですよね、うん、だから店に損害がいかないように訴訟がいかないようにでまだ店長いうのは、うんまあ、若い店長ですから全然権限のない方です、うん、やはり実権持っているのはオーナー。 会社で言ったら株主ですよね、うんはい、その方と面と合わない限り、うん、もうり都会議のしっぽ切りになるから店舗面も変えますからまた新規やってるふうに装いますというのは、うんうん、手口はあらゆるところで見てますからだからまず社員としてきちっと社員教育ができるかがポイントですよねだから社員にはするかしないかはそれは自由ですよね自由ですけども、うん、じゃあこのまま続くいうことですよねやりたい方ですよね、うんうん、オーナーも店長も責任取らないやから、うん、年派も行いかない十八九の子をこのうちだったら2000万で売れるよなと言って総分に沈めてるんです 今がこの実態が何千人いますよ、うん、はいこれを止めるのに世の中にその売掛金制度の理解運動をしてますよね,ねだから今ここまで来たんですよなるほど